今日はですね、佐島港の常丸さんから川萩の乗り合い船に乗りました。7時出船だと思ったら7時半ということで、すっかり早めに来てしまいました。やっぱり人気の釣り物で結構乗ってます。私右舷だけで1、2、3、7人ですね。右舷だけで7人乗っています。だいたい14人ぐらいは乗ってるかな。もうちょっとで、まだ20分ぐらいで出船だと思います。1匹目釣れましたけど、かなり小さいです。これがそこの方にいっぱいいるとなると、餌がいくら当たっても足りそうもないです。いやー、参ります。残念でした。ベラでした。いい日だったんですけど、朝のパッドでした。これも小さいですけど、3本針の一番上の針に来てますね。ちょっと浮いてるのかもしれないです。おみかさんが小さいですけどいろんな芸能がいるみたいです。本命は小さいのが引っかかってます。9時ちょっと前です。ちょっとまともかなっていうサイズ、まあ大きくはないですけどね。釣れました。やっぱりこのサイズだとちょっと引きが違いますね。小さいのばっかですか。9時25分です。ちょっといい方来ました。昨日も結構降ってそうな感じです。魚体がちょっと白いですね。砂地系な海底なのかもしれません。少し大きくなりました。10時50分、ちょっと前、ちょっといいサイズですね。白い魚体です。いい引きでした。左隣の方が、かなり腕達者というか、かなりベテランなので、これからちょっと釣り方をビデオで、ね、撮っていきたいと思います。餌付けしてます。結構餌は大きめ。締めが甘くて柔らかい。ああ、なるほど。そこまでつけて、つけない。とりあえずつけて、で、すぐ巻く。あ、叩いて。叩いて。ちょっと浮かしてるって感じですよね。お、ありました。かかったようです。カワハギでしょうか。あ、北枕でした。11時を回りました。ちょっといい方来ました。真ん中の針ですね。貫通してます。これならバレませんね。目一台が来ました。ポイント大きく変更して、ちょっと深いところ、30メーターぐらいのところ目一台が来ました。初めての魚ですね。食べて美味しいのでキープします。嬉しいです。結構天気晴れてきました。風もなく